はい、ということで今回はバーダックチーム使っていきます。赤バーダックがね、貫突したんで、この4人の音も連れてね、やっていきます。まあさすがにこの3体戦術だと、もう圧倒的にゴミすぎるんで、青バダも使わせてもらいます。はい、まあ、青バダ一応ね、Z アービーじゃねえよ、タグがバーダックチームあるんでね。はい、でまあ戦術なんだけど、この2体確定の、まああと1体をどうしようかって感じだけど、まあ、合体だったら紫あんま強くないんで、Z アービー的に出てこないと思うんだけどな、どうだろう。まあ、これでいきます。お願いします。ザマス出てくんのかな？あの、確かにさ、今、合体に神の木結構中身入ってるから、紫枠ザマス全然ありだよね。ブルゴジとブルベジいるから。やるんだろ？さあ。怖い。わかんない。跳ねてると思うんだけど。オッケー。まあ、とりあえず必殺で。まあ、そうだよね。怖い。バーダック休め。バーダック休め、いいね。このパーティーね、めっちゃ会話が楽しいんだよ。もう、始まった。合体使いの中距離打撃ゲーミング始まったよ。楽しいかな。楽しそうですね。いやー楽しそうでよかったな、クソ合体戦士がマジで。これ、時止めかな。あ、いいよ、それは。これね、味方死ぬとね、すごい悲しがるんですよね、バーダックが。そこが面白い。いやーいいね、楽しそうだね。中距離、噛み合い合体戦士使いがね、ぶっ殺しに行きましょう。OK。殺す、マジで。トテッポーってなんかあんまトテッポーの時あれだな、はい出た、緑に殴ってたのに平気で色違い出してくるからね、そのまま受けてりゃいいのに。おみくじ感覚でカバチェンするのも PS っていうことを合体戦士からしたら。これ跳ねてるね、合体戦士すぐ跳ねるんで、これもはいはい、合体戦士使いは大体すぐ跳ねます。上手い人はそんな跳ねないけど、なんか下手な、下手なとか言うからな、俺。イラつくから。マジで嫌い。俺は使い切れないもん、合体戦士。で、バーダック変身したっけ？忘れた。多分変身したよね、俺。中距離打撃してこないかな。速回避でしょ。お、合体戦士使いにしては珍しい、なんか速回避するイメージあった。もう一発受けよう。うん、ここまで受けて、これなら大丈夫。究極も、まあ、127でベジブル引いてたね。もうこれ覚えとかないとね、マジでおみくじされるんで。合体使いは打撃射撃系カバチェン持ちを救出効果持ちと勘違いしてるんで、でこれさすがにね、手札全部使ってるんで射撃いきます。危ない危ない。で通常かな、うんだよね。でフェイント入れて OK。 こういうことしてくるからね。で泥足ついてるんで試合後半で出てこい。もうこっからめんどくさいんだよね、タクが出してこねえか。俺が怒るって分かってんのかな。まあ出してくる。105でケフラ引いてった。これも結構重要なんで覚えておきましょう。怖い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 、何何何、分からん。雑に回避しましょう。縛って2連回、まあそうか、まあまあまあいいや。これは縛ってるんで、95で大丈夫だと思います。で、マイ、おお、はっはっね、こうなんすよ。で、やることないんで、ケウラは全部打撃に変換するんで、ずらして必殺 OK。 こういうこと。あぶね、回避見て、さっき回避圧だったから入るんじゃない？オッケー、潰して勝っていく。ざまみろ。本当に嫌い。てめえ
はい、お願いします。青、紫、黄色、赤のクソ強パーティーですね。まあこれはこれでいいんじゃないかな。紫がちょっと凶悪すぎるんでこれでいきます。パンブーキンね、マジ聞いてほしい。パンブーキンが死ぬときにバーダックめっちゃ怒るから、そこに注目して聞いてみてほしいです。ということでよろしくお願いします。サイヤ人同士で迎え、いったこっはこっは、うまいね、回避速攻しなかった。タックル来ないね。打撃がね、打撃しかないんで、ちょっと、あ、これ見えた。まあ、打撃でいいかな。怖い怖い、ここ打撃。うわー、その特殊強いなー。ちょ、ミナセに乗りしていい俺も。あー、まあいいや。ちょ、痛い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 、ちょ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 、痛い痛い痛い。もう、俺のミナセに乗り、俺のミナセイノリが仕事しない件について、はい、まあいいや、身勝手これ使わせたのはいいね。最速取りたい。危ない。ああ、うまい、それうまい、うん、ちゃんとうまい人と戦えてるよ。さっきのクソ使いとは多分あれだね、アーツ引ける読みでアーツ押したら打撃効いたんだろうね。それが嫌だよね、そういう系のキャラクターって。めっちゃ気持ちわかる。ちょ、お願い、出てこないで。あー、射撃来ると思うんで、してこないか。怖い、めっちゃ怖いんだけど、こいつこいつちょ、ごめん、ちょ、待機カウント丸まで我慢して、オッケーオッケーオッケー。で、変身して、ほら、パンブーキン下がってろって優しいんだよ、めっちゃ。これちょっと時間稼ぎます。あ、待って、危ない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 。これ、ライジング。あー、うまいなー、それうまいわ。これ、パンブーキン捨てましょう、ライジング来るんで。で、頼む、もう早く、早く打ってきて。はよ。はよ。ああ、だよね。よし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 。マジでかわいそう、こいつ。おむつみたいの履いて。よしよしよし。で、これ死んだら本当にバーダック怒るんだよ。すっごい大切な友達やったらしいね、やっぱり。うん、実際そうだよね。他のキャラたちはさ、無関心すぎるよね。一体味方が死んで。ね。あ、あれ？あんまり怒ってない。危な、攻めてこい。オッケー、これでかい。で、ベジブル今引いてたばっかだよね。メインに持ってきて、ミスター、気力の管理ミスター。あ、入った、オッケー。欲張ったら入っていく。欲張りも PS。 ちょっと待ってください、兄貴。ちょっと待ってください、兄貴。やばっ、やったな、お前。はい、場に回復して、属性振り向こう。67で縛りました。はい。パンブーキン落ちのパワーですよ、これが。怒りの。怒りのね。で、これ射撃いきます。多分タックルでしょ。タックルじゃないけど。跳ねろ！うーまい、そんな。ちょ、待って。55で引いてった。わー、そう来るか。いや、ライジン、いや、赤で受けたが良かった。ごめん、ミスった、これ。多分、手札まだある。いや、ないかな。あー、これ、時間稼いでくるつもりか。あ、入った。オッケー。オッケー。あぶねえ。危なかった。パンブーキンの死のおかげで勝てましたね。ありがとうございました。はい、お願いします。青、赤、紫が来ましたね。まあ、
パンブーキンが死んだ時のあのバーダックの反応が面白いんでパンブーキン連れてきます。バカ野郎連れてった方が絶対いいんだけど、実況者としての定め、うんちみたいなパーティーを使わざるを得ない。お願いします。お、紫2枚、これパンブーキンワンチャンあるよ。まあ打撃使いましょう。タックル来ないかな、来ないか。2連回避でしょ。うおー、やられた。変えてきたら変えます。オッケー。ほら白身、これ何て言ってんの、ベベーって。何、即圧かな。オッケー、歯抜けー。バーダックよくわかんないんだよね、言ってることで。クリティカル乗ってるはず。オッケー、出ないけど。オッケー、パンブーキンの時のね、白身のバーだけがスコないよね、スコないよね。平気いきましょう。あー怖い。ゆっくり流して避けて、特殊目わからん、これ通常か。あ、怖っ。オッケー、これなんだっけ。そう、自分自身に交代禁止を与えるっていう、あのめちゃめちゃド M な能力です、こいつ。その代わりになんだっけ、火ダメ 75% ぐらいカットされるんだっけ、忘れたけど。射撃引け、あーごめん、打撃引いちゃって、ごめん、ちょちょごめん、交代禁止だからやることないんだよ、これ。射撃打ってこい。あ、いったあ、これ交代じゃ、おい、やばいやばい、バンブーキー暴れてる。で、これ火ダメカットついてます。え、ついてる、マジで弱くね。ご飯ぶっ飛ばしてさ、交代させても強すぎだろ、この盤面で。ライジング耐えたり戦ワンチャン強、お前撃ってきた耐えろ、マジで耐えろ耐えろ。耐えねえわ、死ね。まあいいや、僕3面切ってくるのかな、わかんないな。すごい死に方したね、声が。ごめん、これキャラチェーンアーツ入りそうだけどな。うおー、やられた。勝った勝った、君。ワンコンでさ、パンブーキン落ちなんで誰かしら飛ぶと思うよ、これ。入る、オッケー。あー、手札かい、うぜー、強ちょっと待って、強すぎ君。泥足2段階だよね今。強い。前裏究極いきましょう。あー、やられた。属性振り向こうしてくるかな。あ、してこない。197か、97で引いてった。ここ出します。オッケー、水瀬祈り最高。行き過ぎ。ここの時止め強いよ。オッケー、究極ね。残念、場に回復します。うちバニシング回復する能力持ってます。頼む、マジ、行ったー。射撃ケアして、圧引けたんで打撃で突っ込みます。オッケー、完璧。あー弱い。いやー、まあだよね。まあ、もらうけど。いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。いやー、まあ、親子来るか、そっか。いや、これ、耐えないかな、言うて。無理かな、属性振り向こうか。いやー、お前、強っ強い。あー、まあ、いいよ、いいよ、雑に、処理してもらって。で、射撃。オッケー。さあ、こっから落とせるかどうか。あー、そう、ライジング溜まるわ。オッケー、オッケー、オッケー。いや、必殺で飛ばないよな、多分。一応撃ってみて、落ちればラッキー。いや、落ちないよね。じゃあライジングかぶせて、オッケー。じゃあ最初からライジング撃っとけって話ですけどね。いや、マジ頼む。よーし、はいはい、ということで、バーダックパテでした。はい、まあ、かっこいいね。僕バーダックね、ドラゴンボールの中で2番目に好きなキャラなんでね。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。